いい。ワンタッチで斉藤光介入れた、足元シュート、押し込んだ。ちょっと前に行ってしまった伊坂善員、足元伊藤翔、伊藤翔だ、ポスト小川光輝。中村俊輔のキック、真ん中。ここぞという場面で出てきますね。そうですね、まあ、今の距離も十分。長谷川からその小川ヘッドだ。小川後ろから、うん、加藤大輝ですが、これも抜いてからのシュート、鮮やか。向こうがミスしてるうちに2点目なんとかと、ああ取れた、いいところで止まった、うん、どうするか、後藤で、そして小川決めた。判断しながらになりますね、はい。うん、拾った小川光輝、フィニッシュ。長谷川のクロス、来た。再開して横浜FCは今度は中央、小川光輝狙った、うまい。ちょっとエネルギー使って奪っていこうねということは改めて強調しました。高木のクロス、ヘディング勝ち越し。いや、奪ったのは横浜FC、小川光輝テクニックにてかわして左足シュート。かけてもらってという印象ですね。ただその中で横浜 FC の方がこう前の時が見事に動いてポイントかけてきました。伊坂全員から、右で伊坂全員、中には渡辺と小川、ニアの小川、長谷川、ペナルティーエリアの中3人います。小川光輝入った、さすが。今度は伊坂頭でつないで斉藤、裏を狙った、さあ中村が狙いすました、ボール押し込んだ。ツーラ残す、戻す、武田おっと早ボール、ヘディングだ。その中どんなボールを入れるか、入れる、高いボール、パーサイド折り返し、ヘディング、うん、入ったか、マラインを待ったが、どうか、ない。渡辺和真か伊坂全員を使いました。キャンディング外して小川光輝流し込んだ。小川と伊藤が並ぶ格好が技に入る、またクロス、小川入りました、前にスペースがある、山下スルーパスを狙う、小川で長谷川達也は面白いクロス上げて小川光輝。ファールで奪い返したマルセロ・ヒアン、ワンタッチ、小川光輝セカンドから左へ打つ、ね、なるほど、おっと高石を奪って和田、和田マイナス、斉藤後ろから小川光輝、一射一射になる、キーパー出た、右足シュート、決まった。さあカウンターいけるか、お1本通った、オフサイドはない、小川が行く、シュート、決まった。